ですね、あのこういったテーマで YouTube 撮っていきたいと思いますあのうまい話は向こうからやってこないっていう話ですよね、まあ、これよくあのビジネス始めたばっかりの方に訪れるあるある現象なんですけどあのつい最近ですね僕の地元の後輩の友達と電話したんですよでそのまあ後輩の,その仕事の悩みとかを聞いててで電話してた時に えっとまあまあ、この話後輩にもちょっと聞いてもらうんですけどあのツイッター始めたみたいなんですねその,その副業を始めるにあたって、まあ、自分もツイッター始めようかなと思ってツイッター始めましたみたいな連絡が来てあそうそう来たんですよでそうしたらあのうーん20代その時は前半ですよね の人から、なんか DM が届いたらしいんですよ。副業のアカウントに。そしたら、なんかあの、あなたの発信してることは結構共感できるので、なんか連絡しませんかみたいな。連絡取り合いましょうみたいな。共感したみたいなんですよ。で、友達もまだあのネットビジネスとかビジネスを始めたばっかりの友達で、右も左もやっぱ分からないんですよ。要は その友達はもう会社員でずっと会社員をしててその副業とかネットビジネス多分その外部との触れ合いっていうのがあんまりなかったんですよで僕が1年ぐらい前からあの YouTube で勉強した方が絶対にいいよって言って要は毎日今両学長聞いてますみたいな友達まあ本当いいやつなんですよ <laughs> すごく素直でそうで両学長とかあの 僕がおす,おすすめしてる YouTube チャンネルいくつか伝えてそうしたらなんか勉強することが楽しくなって今は毎日聞いていてあのこの1年間要は10年ぐらい多分会社員やってる人なんですけどこの1年間が一番やっぱり自分自身で勉強や成長できたって言ってて今この逆に言うとこの1年間成長できたってことはあの常に成長することにもう意識が向いてるわけであってっていうことは今年も来年も再来年も こ何でかって言ったら今までってフラットの人生まあ勉強とかにおいてはフラットだったんですよ勉強とか知識とか要はまあ副業とかフラットの人生だったんですけどあの1年前をきっかけに勉強するようになったんですよそうしたらその勉強すること自体が楽しくなっちゃって今だと毎日新しい知識に触れたりとか新しいことを勉強してるってい形なんですよ それで楽しくなったってことは趣味になってますよね。趣味になると今度習慣化されてますよね。なんか習慣化されると今年、今日ものあのう動画を聞くし、明日も動画を聴くし、一週間後も動画聴くし、今年いっぱい動画を聞くし、来年も動画聴くし、三年後も動画聴くしっていう多分人間になってると思うんですよ。そうしたらフラットの状態から右肩上がりの人生になってるので、あのやっぱり勉強することで あの買われたって言ってくれたことがやっぱり嬉しかったですね。で話は戻って Twitter でまあやっぱり DM が来たらしいんですよ。えー、あなたの言ってること共感できますって多分あのこれから勉強していきますみたいなことをつぶやいたんだと思うんですけどあの副業をアカウント作ったんで副業アカウントっていうかなんかビジネス系のアカウントとかを発信していきたいなとか言ってたんですよ。ブログ書いたりとか YouTube やってたりや,やりたいとか。 多分ね、フォロー数とかフォロワー数とか本当に数人とかだと思うんですよ。10人いかないぐらい。でも、これ始めたばっかりの時って、あのすごくカモにされやすいんですよ。なんでかって言ったら、あの、連絡、この、例えば、フォロワー数が何千人とかいる人に、DM 来るんだったら納得できるじゃないですか。あの、このやり方いつも共感してるので、あの例えばこのやり方知りたいですとか。 だったら分かるんですけどえなんで始めたばっかりの数人の人に DM を送ってくるかっていうと自分が儲かりたいから送ってくるんですよ。でその後の流れっていうのがだからうまい話は向こうからやってこないっていうテーマにつながるんですけどあの結局ですねその,その後がまた続きがあって僕の友達なんかののが、まあ、東京付近に住んでるんですけどなんか東京のまあカフェで あのそのコンサル受けた先生と会いませんかみたいな話になったらしいんですよ。で僕の後輩は実際に会いに行っちゃったんですよ。まあ、別に僕は会いに行くことはいいと思うんですよ。あの新しい出会いとかは全然あるので。でも内容っていうのが自分自身をブランディングして自分の商品を作って販売していきましょうっていう内容だったんですよ。 まあ確かに今の時代は今の時代にぴったりだなと僕は思うんですよ。言ってることは間違いないんですよ。自分自身。個人,個人がメディアを持てる時代、YouTube とかブログメディアを持てる時代であの自分をブランディングしてで自分で商材を作る。商材も例えばワードプレスでも、まあ、PDF でも、まあ、動画でも、まあ、教材でも、えー、何でもいいんですけどあの言ってることってコンテンツ販売でもう今 の時代ででできることなんですよじゃあ、ブランディングしましょう、えー。自分の商品を売りましょう。で、私のコンサルに入って、まあ、値段普通に言っちゃいますけど、入ってくれたら50万円を提示されたらしいんですよ。そのカフェ、カフェかどっかで、あの東京で提示されたんですよ。あのまあ、20代前半ぐらいの人で提示されて、 ああ、なるほどね。って僕、電話で聞いてたんです。うーんって。まあ、僕はまあ、9割方、騙しに来てるな、か、アフィリエイト報酬を、あの、北海道の人も、あ北海道じゃない、あの、上の人がもらいに来てるんだなって <laughs> 思ったんですけど <laughs>、まあ別に大丈夫ですよね。別に見てるわけじゃないんで、その、DM した人とか、まあ見てるわけがないので、そもそも <laughs>、にはなるので、あの、要は、 50万円っていうバックエンドっていうのがあるんですよ。このバックエンドを、えー、契約しますと。そうすると、最初に紹介した、えー、DM を送ってきた人ですよね。あの、この人に下手多分アフィリエイト報酬っていうのが入るんですよ。これ要は日本語で直すと紹介料ですよね。要は中間、中介手数料と一緒ですね。あの、えー、賃貸で言うと。だから、その中介手数料が 多分10万とか入るんですよ。単価高いので15万とか入るんですよ。で、50万円の契約して、あの、例えばアフィリ報酬10万円向こうに入って、で、こっち40万円みたいな。まあ、これでも、あの、その人が本当にちゃんとしたブランディングができてるんだったら別に全然いいんですよ。だってお金払って教えてもらった方が楽だし、あの、時間短縮できるんで、そもそも。 あのそっちのが楽なんですよ。で、ここで僕が思いついたのが、あ、分かった分かったと。じゃあ、その人のえブログとあ、ブログとツイッターのアカウントと YouTube のアカウント見せてくれって言ったんですよ。僕が。そうしたら僕、分かるじゃないですか。あ、この人影響力あるなとか。で、結局、ツイッターは、あの、そうですね、送ってもらわなくって、YouTube チャンネル聞いたら100人ぐらいって言ってて、いや、100人もいるかわかんないんですけど、それぐらいって言ってて、 あまあ、それぐらいだったら別に聞かなくてもいいなと思って。で、ブログがブランディングできてれば全然いいんですよ。要は、えー、何百記事入ってて、PV が毎月何万 PV ありますっていうブログだったら、あまあ別に結果出てる人たちに教えてもらってもいいんじゃないと思ってブログ覗いてみたら、あの、派手なブログで5記事しか入ってなかったんですよ。記事数が。しかもハテなブログですよ。ワードプレスでも。 あのサーバーも契約してないし、ドメインも取ってないし、あの多分ですね、ハテナブログの無料版と,いう、えー、と有料版ってあるんですけど、ハテナブログって。多分あれ、ハテナブログの無料版だと思うんですよ。有料版だとあの毎、毎年ですね、確かお金が、うん、5000円から1万円くらい年間かかるんですけど、多分、えー、無料ブログなんですよ。で、記事数見たら、 でも、まあ、まあ、万が一、か、仮にですよ。仮にハテなブログでも、あの、PV が何万 PV とかあって、ブランディングができてて、で、中身が良かったら、まあ、別に教えてもらえばいいんじゃないと思うんですけど、中身見たら、たったの5記事しか入ってなくて、で、言ってることが全部、不安を煽ってからの、えっと、気になったら、あの、無料で面談しますみたいな、あの、会いに行きますみたいなこと書いてあって <laughs>、 これで全く自分自身をブランディングされてないんですよ。あのブランド力っていうのは、要はお客さんから問い合わせがあるってことなんですよ。自分からアプローチする時点でそもそもブランディング力がないんですよ。でこれ、まあこれから普及を始めたい人でよく落ち、最初の落ちる一歩の罠なんですけど、向こうから連絡来る情報にいいものって本当に9割ぐらいないですね。一切。 だって、顔も知らないし、話したこともなくって、あのアカウントも例えば作ったばっかりの人に、要は副業で稼げるのあるので、やってみませんかなんて来るわけがないんじゃないですか、そもそも。そう、それはか絶対にバックエンドを持ってたりとか、あともしその東京のカフェで会った人が、本当にブランド力がめちゃくちゃ高くって、あの50万円ぐらい取れる素材の人だったら、 そもそも自分の時間を削ってまであのカフェで説明するわけがないんですよ。そう。これ逆を言うと自分がそこまで出向かないとあのお客さんになってくれないってことなんですよ。逆を言うと。で、それを逆に言うとそんな人からブランディング力を触ってどうするのって僕は教えてあげたんですよ。その後輩に。 でその子は、そうしたら、まあ、あまあ、確かにそうだな、みたいなことになって、じゃあ結局、やるの、やらないのって言ったらあや、今回はやらないって言ってて、まあ、そうだよねっていう話だったんですけど、要は、うまい話って向こうから来ないんですよ。世の中において。まあ、例えば僕、うまい話で、あの失敗例がたくさんあるんですけど、一つは、ツイッター、あ、僕もツイッターだ、そういえば。あの、 毎月、これね、超ひどいんですけど、毎月30%リターンが出る FX の自動売買ツール、開発しました、みたいな、が、あ、僕、騙されてますね、今思ったら。向こうから来たんですよ、確か。で、話聞いて、なんか、20万ぐらいだっけな、2 30万ぐらいだったんですけど、なんか契約しちゃって、で、結局、あの、ツール代も2、2 30万パーになって、 あと FX の種金種,種資金それも60万とか70万ぐらいパーになって、だからこれも結局向こうから来た情報なんですよ。あとは、えー、っと、なんだっけ。あとあか、仮想通貨か。仮想通貨も、え要は1日1%ずつあの金利増えますよみたいな。これは、なんだっけな。 何ていう手法よく言いますよね、僕。何ていう手法でしたっけその、1日預けると1日利回りが1%福利で増え,増えますみたいな。あ、ポンジスキームだ。そう、ポンジスキーム。だって僕、ポンジスキームなんて知らないわけじゃないですか。だって触れたこともないので。で、それはね、あの、会社の同僚普通の友達ですよ。会社の同僚から、なんか今、ビットコインでめっちゃ稼げる。なんか、 やり方あるんだよねみたいなこと来て、おまじかみたいな。じゃあやってみるかって言って、結局、あの5年ぐらい前ですよ。5、6年ぐらい前、20ビットぐらい ?20 から30ビットぐらい損したんですよ。なくなっちゃったんですよ。結局、ポンジュスキームで取られて。で、今、1ビットコイン600円じゃないですか。6万円じゃないですか、最近。だからもし20ビットコイン持ってたら1億2000万あったんですよ。わー すごいですねでも1億2000万になる前にさすがに下ろしてると思うんですけどいくつかあのもうなんかいいやみたいな感じででも万が一も20ビットコイン持っててらもう1億超えてたわけでいやなんかめちゃくちゃもったいないなと思ってそれも結局向こうから来たやっぱり話だ話じゃないですか要は本当に人から来る話ってマジろくなことないんですよで 次、次っていうか、最近の例だと、僕、YouTube のコンサルを去年受けたってよく YouTube で話してるんですけど、これって、向こうから来てないんですよ。あの、実際に稼げてて、その人、こっちからアプローチしたんですよ。あの、ちょっと受けたいんでお金払ってあの教えてくださいみたいな。あの、そうしたら、それ50万円だったんですけど、 もう,あのもう何百万円で普通に稼げてて元も簡単に取れて今でも毎日利益入ってるっていう形なのでこれは自分から取りに行ってるんですよ情報をでこれ本当になんですけど向こうからじゅ来る情報でマジでろくなことないので本当にあったらラッキーぐらいあったらラッキーなんですよそれで稼げたらラッキーでも稼げても一時一時の稼ぎだったらあの意味がないんですよ 要は稼げたらラッキーみたいなでもこの手法半年間しか続きませんでしたみたいなマジやる意味がないですよねこれだと要は原理原則じゃないですし普遍的ではないですしいつ終わっちゃうかわからないみたいな本当にこういうのってやる意味がないんですよなのでは要は Twitter とかインスタとか YouTube とかであの副業始めましたみたいなことをつぶやいたりすると結構狙い撃ちにされるんですよ DM めっちゃ来るんで。まあ、手段としては、えー、まあ、共感ですよね、最初。あなたのここのツイートに共感しました、みたいな。私も今頑張ってます、と。で、その後に、私のうす後ろにはこんなすごい人がいるんですよ、みたいな。もう何億も稼いでて、いや、本当に私この人と出会って本当に人生変わりました。良かったんですよ、みたいな。で、その後に、あ よかったらあなたも話してみますかみたいな。あ今だともう全然私の紹介だし、ただなんで、もう全然話だけでもいいんで話してみますかみたいな。あじゃあ、例えばこの,日の何日この日の何日の何時ぐらいとかどうですかみたいな。日曜日の、例えば午後1時ぐらいでどうですかみたいな。で、もしその日が空いてたら、まあまあそうですね、まあただだったら別にいいかなみたいな。で、話に行っちゃうんですよ。で、 本当に稼いでる人が来るわけがないじゃないですか。だって自分の時間を削ってまで、その場所に行って、カフェに行って話をして時間をかけて、あの、何か営業してくる。これは自分自身にブランディング力もないし、営業力もないし、要は自分自身が出向かないと、あの、商品が売れないってことなんですよ、それは。それはどういうことかっていうと、 全くもってブランディング力がないんですよ、それって。言ってることがはちゃめちゃなんですよね。で、結局その人のコンテンツを見ると、えー、Twitter とか YouTube とか、あとは LINE アットとかも見たんですけど、ほんと数百人ぐらいで、で、ブログの記事見に行ったら5記事しかなくって、しかも、ハテナブログっていう。ハテナブログなんて僕7年ぐらい前に始めてやめましたからね、すぐ。で、ワードプレス行くみたいな。そう。 これは本当に気をつけた方がいいのがあの、本当にさっきの流れなんですよ、全部。DM 共感、私の後ろすごいみたいな。で、その後に何時何、何日、何時会いましょうかみたいな。で、会いに行って、あの時間が3時間とかなるみたいな。<laughs> そなたがブランディングあるんだったら、なんでそんなことするのってなるんですよ、普通に考えると。マジで意味がわかんないです。で、バックエンドは結局50万円。 って言わ提示されたんですよね後輩はでそれは僕はまあこういうのが今世の中でたくさんあって、まあ、副業を始めたまだ初,初期段階だからこういった連絡が来てあのこういった話をさせられてあのこういうことになるからって伝えたらあやめてよかったって言ったんですよねまあ確かにそうなんですよだからうまい話って本当に向こうから来ないんですよ投資もそうだしあとは 投資もそうですし、あとは副業とかもそうですし、ツールとかコンテンツとか、もう本当にうまい話って向こうから来ないんですよ。向こうっていうのは、ほんと友達だったらいいですよ。めっちゃ仲がいい友達とかだったらいいんですけど、あ向こうっていうのは、要は見,見,見ず知らずの人間ですよね。見ず知らずの人間からいきなり DM 飛んできてみたいな。も、ま、う、あ、来るわけがないんですよ、そもそも。めちゃめちゃ来ますよね、普通に。 ツイッターとかインスタとかやってると。そう。だからそういうのは全部無視,し無視すればいいんですよ。だって普通にわかるんで見ると、あ、なんでブランディング力ない、ブランディング力高めようとか言ってる人が自分から営業してんのみたいな。意味わかんないですよね、それだと。そう。これがまさに矛盾なんですよね。だってこの50万円めちゃくちゃ大金ですからね。本当に。それを、うん。 なんかブランディングしして商品売りましょうみたいなでたまにミーティングやりますっていう内容だったらしいんですけど <laughs> いやいやいやみたいなダメでしょそれと思いましたね下手したら1円も稼げないですよだってブランディングして自分の商品作ってあの集客して販売するってすっごく難しいことなんでそう でもこれがもし、あこ、ちなみに、そのも,もちろん僕の友達も ebay やって、まあ e b a やって僕を教えた、教えたっていうかまあこんな感じでやれば稼げるよってやったんですけど、今だと普通にそっちだと利益10万とか出てて、だったら、その利益10万円出る手法を手に入れたんだったら、かける4やればいいじゃんってことなんですよ。かける4やったら40万円じゃないですか。で、年間500万円近く利益出るわけですよね。じゃあこの500万円を使って、 あの新しい情報を手に入れた方が手っ取り早いんですよ実はそうあと裏技ってないんですよこれその僕の友達にも言ったんですけどじゃあ仮に50万円払ったところで裏技的に収入が伸びるかってことなんですよこれね裏技ってないんですよ副業とかビジネスに裏技があったとしてもあの要はすぐ廃れちゃうんですよいや今だけ稼げるみたいな だよく昔も YouTube だったらテキスト動画ロールで稼げるとかあのテレビ番組とかラジオとかコピーして広告貼れたとかこれもある意味一つの裏技なんですけどあとまあブログとかもありますよね SEO を無理やり上げたりとか、あのー、いろいろあるんですけど記事たくさん入れたりとか文字入れたりとか、まあ、SEO を上げちゃえば要は上位表示するわけじゃないですか。 だから裏技があったとしても2年後3年後5年後使えるかってことなんですよ使えないんですよ結局50万円とか100万払ったところで裏技ってないんですよ自分自身がやるしかないんですよ毎日コツコツ勉強してちゃんと勉強して毎日ちゃんと勉強してちゃんとインプットしてインプットしたことをアウトプットしてそれを まあ例えば、一日 YouTube だったら、一本動画撮っても、一年後400本になるわけじゃないですか。ブログも1記事書いたら、毎日一つ1記事書いたら、一年後400記事になるじゃないですか。要は、物販だったら、毎日10品出品すれば、一年後3000、3000品になるじゃないですか。結局、コツコツやった,しやった人だけが、 稼げるようになってブランディングがそれ稼げるのについてきたんですよ勝手についてくるんですよブランディングってそうでも僕 YouTube もようやくもうすぐ2000人とか行くんですけどそれってもう2,3年前からやっててもう何百本も出,て出してきたじゃないですか500本とか限定動画をしたら1000本ぐらい動画撮ってますし だからそれをやってきたから勝手にブランディングがついてきたみたいな。まあブランディング全然ついてないんですけど、あの、要はお金を払ったところであの裏技ってないんですよ。世の中、あのビジネスに関しては。あったとしても一過性のものなんですよ。だから結局ヒカキンとかはじめ社長とかももう 7, 7年前、8年前とか10年前とかに YouTube 始めて、で、頑張って毎日 めげずにコツコツ出してきたから勝手にブランディングがついてきたじゃないですかあのまさにそういうことなんですよそうだからパッとなんか,か向こうから連絡が来て何十万円でコンサルしますよとかなんかスクールありますよって言ってでもその中には実は裏技ってなくってあの結局自分自身が勉強してコツコツやってでそれを常にアウトプット資産になることを積み重ねて 階段状に右上になれば、勝手にブランド力とか自分の資産コンテンツっていうのが溜まっていくので、そうすると勝手に一年後とか二年後っていうのが今までと違う人生今までと違う自分になれてるってことなんですよ。だから僕の本をさらせでもやっぱり稼げてる人とかやっぱ結果出てる人ってやっぱり毎日作業したりとか出品数めちゃくちゃやったりとか毎日リサーチしたりとかあと頻繁にやっぱり質問を質問をしてくれる人とかなんですよ。 で本当に困ってるのであれば、わからないんだったら、もう質問とかもっとするべきだと思います絶対。なので、僕も全然、この作成とかで、あの質問バンバン全然来てもいいと思ってますしあの、どんどん答えていきたいと思ってるので、今本当に困ってて、ここがちょっと難しいなとかだったら、やっぱり質問欲しいですね、もっと。そう。結局、裏技ってなくって、もうコツコツやるしかないんですよ。日々の積み重ねが、 あの自分を形成していくんんでですすよよ習慣な,んですよなんか甲子園球児が50万円のバット買ったとかあかいいいえかもしれないですねあの甲子園要は高校球児があ甲子園行きたいなみたいななるじゃないですかであのなんか電話が来るんですよ家になんか甲子園に行ける50万円のバットとグローブあるんだけどどうみたいな感じじゃないですかであかん買,買うってなるじゃないですか で買ったけど結局甲子園行けなかったみたいなじゃあ甲子園行ってる人ってどういう人ってなるじゃないですか甲子園行ってる人って毎日朝早く起きて朝練してなんか練習たくさんしてで怒鳴られても監督に怒られても辛くてもや、えー、めないでコツコツ毎日やってきて習慣化してやってる人がその一握りがこあの甲子園に行けるわけで要は なんかあいいバットとかいいグローブ買っても結局更新できないんですよ。サッカー選手だとそうですよね。なんかスパイク買っても別になんか日本代表になれないじゃないですか。これビジネスもそうで、なんか後ろにめちゃくちゃすごい人がいるんだけどコンサルドみたいな話聞いてみるみたいな感じになってもあの結局やってることってバットとグローブ売ってるのと一緒なんですよ。そう。 だから本当にそっちに行けるのって毎日コツコツやってちゃんと作業して常に勉強してあの常にうん考えてること常に考えることっていうのがすごい大事ですねだからこれってあの本当に向こうから DM とかすごく来るんですよあの始めたばっかりの人ってだからこれは一回今来て来た時にあのこれ大丈夫かなみたいなのになったら一回ネットとかでちゃんと調べて ままあ対処してった方がいいでですね。でまあ、そんな感じで今、まあ、いろいろこれ、まあ、コツコツしかないんです裏技はないので毎日コツコツやっていきましょうってことですね。じゃあ失礼します。